はい、今日の動画は、なんか知んないけど今回排卵遅くねみたいな人いますよね、そういう人に対する妊活のお話です。はい、子宮ちゃん、はい、これね、長い人、はい、子宮ちゃんにはちょっとあんま関係ないかなと思うんだけど、生理周期長い人の妊活っていうところを説明していきましょうですね。まあ子宮ちゃんって短いじゃん。はい、長くなったことあるっていう話、人生のうちで30日超えた日ってある？30日は人生のうちで3回だけある。3回だ。それ以上はない。30日以上はない感じ、はい、なるほど。長い方って話になってくると基本的に皆さんまあこうですよね。こんな感じ、こんな感じ。まあ更年期2週間として、これ排卵までが長い感じ、うん、これなんですよ、実際の話ですよね。なんかやっぱりいろいろやってもチェッカーみたいなやっても分かりづらい、排卵日が特定しづらい感じになってくるので、これずっとこの LH っていうホルモンがなんかある程度出ちゃってるような状況だったりするので、まあ病院行かなきゃいけないし、病院行ったらなんか、あなたはこれですよ、典型的なこれですよ、 PCOS みたいですよみたいなこと言われたりするわけなんだけど、そうね、まあ、考えていただきますと、まあまあでこれでピル飲んでとかっていうのが一つの黄金のパターンになってきたりとか、まあ、フェマールとかセキソビット系みたいな薬でね、なんかアロマターゼ阻害薬っていうのが出てくるのがまあまあ普通なんじゃないかなとは思うんだけど、一方じゃ体質改善的にさ、これ短くしていくっていうところ知りたいよね。知りたい。知りたいよね。そうですよ。本当これまた今若い子多いんでね、まあ、このチャンネルやってから20代の方とかねすごく多くて、まあ来たらすぐ妊娠してるんですよ20代。正直ね、このところはちょっとしたボタンの掛け違いで、なんかこっちのボタンをこっちにつけるはずなのになぐらいのところをポッとやるだけであれっていうぐらいの感じなので、ここら辺だけ考えてみましょう。でパターン、3種類あります。3つのメソッドに分かれてるってことですか。3つ。ほう、これちょっとまたうるさいこと言っていい？はい、うるさいこと言っていい？はい、これです。もうとにかく血糖値、血コントロール、血糖値コントロール、 OK、うん、はい、何食べたらね、ケーキ、ドーナツ、アイスクリーム、イエスイエス、ラーメンみんなの伊豆先生も大好きな糖質というものですよね。こういうものを避けていただくっていう形ですね。PCOS 気味の方はもう本当に血糖のコントロールが非常に重要になってきますですよね。はい、次これストレス。はい、最近子宮ちゃんイライラしたことなんかないですか？あったけど忘れた。忘れた。伊豆先生最近イライラしたことはなんか急に髪の毛がさよならしたかな、それこれぐらいの大きさの感じだけど、イライラしたのかな、忙しくてね、ストレスですね。2つぐらいサロンを同時にオープンするっていう形で、あまりにも移動が多くてさ、まあまあストレスでこうなんか話し聞くのハゲができてしまったっていう感じがね。10円サイズですですね、10円サイズ。まあもうなんかこういうひげ状でちょっと生えてきてるんで、もう気にしてないですけどね、まあまあその10円ハゲみたいなストレスね。ストレスがこれを起こすんですよ。血糖値上げます、うん、正確に言うと上がりやすくなるですね。まあそういう形で考えていただきますと、これとこれがね非常に密接に関係しているっていう形になりますですね。なのでまあまあね、その2つですね、ぜひ気をつけてくださいですね。ストレスっていうと、まあだからあのおすすめはね、なんか嫌いな人の近くに行かないっていうことね。でも伊豆先生すごい得意そういうの、本当に嫌いな人とは顔を合わせないみたいなところがあるんでね。まあまあでそこもさ、うまいことね、うまいことストレスがであるじゃないですか。生きてればストレス抱えることもあるので、そうするとストレス解消する手段を得るっていう感じですね。それが食べ物に求めないっていう感じかな。これで要するに、あそれダメなんだな、これいずれの10円ハゲがなんか言ってたなみたいな感じでストレスを受けた時に、今までケーキ買って食べてたけどこれダメだったんだなってなると、ケーキじゃなくってなんか鶏胸肉かなんかをさかじればいいじゃないですか、ね、意外と美味しいですよ、料理するとね。そう。だから先生とか、クックなんとかミーみたいな、クックマルミーみたいなあるじゃないですか。これ商品名っていいかどうかわからないけど、前買ったんですよ。めっちゃいいっすよ、本当に。で、この血糖値をコントロールして、ハゲを治そうと思ってるんで、今すごい重宝してるよね。すごいおすすめだったりします。まあ、それで余談なんだけどね。で、3番です。3番なんですけども、これもまさにそう、これ全部に絡んでくるところなんですけども、体を、
やわらかくです。これも必ずもうどこにも載ってないと思います。どこの本にも載ってないし、どこのなんかそのホームページを検索していっても、まあ、過去僕が話した内容でもしかしたらね、それを参考に書いてくれてる方っているかもしれないんですけども、まあ、体を柔らかくです。この体硬いっていうことは人間にとっては非常にその、この、これ、わかる？この、マイク体操とかしてる。うん、世代的にしてるでしょ、ね、知らないこうやってその体を固めてさその戦う人がいたんだけど、一方戦う時って体硬くなるじゃないですか。体を柔らかくするっていうことはこれがねやっぱ関係してるんですよ。ガチガチだと基本的に血糖値バーン上がりやすくなってきて、卵巣の膜みたいな硬くしたりだとかタンパク質硬くして排卵しづらくなって排卵できないみたいな状況ができたりするんだけど、これを柔らかくするとですよ、なんかなかなか、そういうものっていうのはその血糖値がバーンと上がりづらくなるって感じですね。これ本当なんですよ。なので、この3つ、血糖値コントロール、これ食べ物での血糖値コントロールですね、とストレスを解消するですね。でストレスを食べ物で解消しないですよね。でストレス耐性に強いような体を作るにはやっぱ精神的なものっていうものを最後体現するのは体なわけですね。なので体を柔らかくしておくっていう形になりますですね。まあだから先生のファンクションなんだよね。まあそういうところを緩めるようなことをやってますよね。必ず施術としてもうそこら辺のポイントを緩めるみたいなことやってたりするわけなんだけど、自宅でもできるもんね、これはね、うん、ストレッチみたいなのでもいいし、なんかいろんなことをこの動画でもお伝えしてますんでね、そこら辺をやっていただいてもいいんじゃないかなと思います。はい、今日は3つね、いわゆるその生理周期が長い方の妊活というところを説明させていただきました。